くんちゃん徳さんの重箱の隅つつき。国本義弘です。徳です。徳さん、前回は、はい、甲子園の甲子っていう名前が実感十二支に関わっているという、もう私衝撃受けたんですけども。そうですね、はい、で我々というのは実感十二支の中の十二支の方、ねうしとらというのがね、はい、馴染んでいるんですけども、はい、その割に実感となると現実味がないというのか、うん、関わりがないような感じでいますでしょ、うん、いるいる。だからねその辺の話をさせてもらったんですが、日の絵馬っていうのっていまだに迷信として残ってるでしょ、うん、あるね、うん、だその年の生まれの女の子はじゃじゃ馬になるだとか。そうですね、まあ、気性が荒くて、うん、将来的に言うと亭主の寿命を縮めるなんていうふうに言われる。ひどい話だよね。それ1年あるんだよ。そう、その年に全然子供生まれなかったらどうするわけよ、ね、うん。実感十二支の話をするとですね、まあ、60通りあるわけじゃないですか、うん、はい、その木の枝から数えて43番目というのが日の枝馬なんですよね、うん、で元々は中国でですね、日の枝馬の年というのは天才が多いというようなことで言われてたんだけども、うんうん、日本に入ってきて、まあ、江戸時代あたりに日の枝馬の年は火事が多いっていうふうに置き換えられてきたんですよね、うんうんうん。じゃあなんで日の枝馬の年に火事が多いとされたかというと、はい、日の枝っていうのは火の陽でしょ、うんうんうん、陰陽の陽ね、うん、そう、はい、表の年なんですね。表の年、燃え盛る火のごときというようなことがまず一つあるんですよね。日の枝ってもっと他に十二支と結びつくじゃないですか、うん、日の枝根もあるし、日の枝馬がじゃあなんでかっていう話になっていくと思うんですけども、馬というのもですね実は関わりがあるんですよね。以前ね第2回のテーマで桃太郎と鬼の話をした時にちょっと触れてはいるんですが、十二支というのをですねそのまま方角に当てはめるということで、北が根でそこからずっと来て十二を埋めていくという話があったじゃないですか、はいはい、もうちょっと踏み込むとですね季節も表したりするんだよね、うんうん、北というのは冬でだから根というのは冬、はい、それからその対極にあるのが馬なんですよ、うんうん、根、牛、トラ、ウ、タツミ、馬、はい、ということでね、うんうん、はい、根が北で冬に対して馬というのは南で夏なんです。はいはい、わかりますわかります。で十二支の十二というのは、まあ、方角と同様にそのまま時間表記にも当てはまるし、昔は十二支を使って根の刻、牛の刻って言いましたよね、はい、根の刻というのは午前0時なわけですよね、はい、ところがねその根の刻というのは2時間あるわけじゃないですか、うん、で2時間のうちのど真ん中が午前0時なんですよね、うんうんうん、そうですよね、午後の11時から午前1時までの間が根の刻、うん、でその対極にあるっていうのが馬になるんですけども、午前11時から午後の1時までですよね、うんうん、それのど真ん中というのが小刻というのは正しい刻と書くんですけども、うんうん、小刻なんですよね、うん、なるほど。ですから馬の小刻だから小5、あーそうかそうか、そうですよね、なるほど、そうかそうか、うん、で正午より前が午前、うーん、馬より前、うん、なるほど、あとが午後っていうの、だからそんなところでも残ってはいるんですよ。なるほど、そう使ってるよね。そう、うんうんうん、うん、そんなわけでちょっとね横道にそれちゃいましたけども、一日の中で考えた時って南中の時刻っていうのが馬じゃないですか、うん、あ、南の中、ど真ん中、ええ、うんうん、しかも南だから夏なわけですよね、ええ、だから日にとってみても年にとってみても暑い盛りなわけですから、うん、まあこれに日の絵がついてくるともうとんでもない暑いというイメージがそこで出来上がるんですよね、うん、いうようなことが日の絵馬の年は火事が多いっていうところにつながったと思います、うん、でなんで女の子が気性が悪くてっていう話、うん、それね、そんなことで火事がっていうところから派生をして、日の枝馬の年に生まれた男というのが女房を殺し、それから女は亭主を殺すと言われるふうになってったんですよね。だからその時はね男女いずれも表したんです。じゃあもうこの日の枝馬の時に生まれた人は男女問わずダメなわけだ、うん、その言い方をその言い方をそのまますればね、そうそうそう、うん、ひどい話だ ね、それがその女性に限ってという話になったというのは、うんうん、
江戸の前期になるんですけども、これもくんちゃん知ってると思うんだけども、八百屋お七、はい、の放火事件というのがあったんですよね。そうそうそう、うん、あの自分の家含めて大火事が起きた時に避難した先で会った若者に恋をしてしまって、でどうしても会いたいんだけども会えなくて、うん、で火事が起きたらもう一回あるんじゃないかと思って火を自分家に放っちゃったやつだよね。そうなんですよ、その自分の家に火を放ったそれというのはボヤで済んだんですよね、うん、あそうなんだ、うん、なんだけどもやっぱり放火をしたという罪は当時はめちゃくちゃ重いから、そりゃそうだ、まあ、それで鈴ヶ森で火炙りの刑部所詮になったと、かわいそうだ、いうようなことで、まあ、そこに恋愛沙汰が絡んでるから、うん、もう格好のその芝居にしても浄瑠璃にしても材料じゃないですか。そうだよね、もうだって涙なしにはさ、うん、語れないよ。そのお七、はい、日の絵馬生まれの人っていうふうなこと言われるわけですね、うん、だからね、そんなところがあって、その日の絵馬の女性っていうのがバーッと広まっていったっていうのがあると思うんですよね。八百屋お七さんに関わっているんだ、うん、だと思います。その日の絵馬というのは60年に1回に回ってくるわけじゃないですか、はい、で直近で言うとですね、日の絵馬というのは1966年、昭和41年のことでした。この年の出生数ってどのくらいだったかというと、うん、136万トンで974人、でそれが多いか少ないかってあまり分からないと思うんだけども、ちょっと分かんない、うん、令和元年の出生数というのが、ね、86万4千人と推定されているので、まあ、これはまた極端に少ないよね、うん、まあ、少子化が進んでるので、うん、 だからね、だから136万と聞くと結構多いんじゃないかと思うんですけども、うん、あの前後の年と比べてみると分かるんですが、前の年1965年、昭和40年ですね、はい、この年の出生数というのは182万3697人、すごいな、50万ぐらいの差があるんだ、うん、でその次の年ですね、うん、1967年昭和42年について言うと193万5647人ということですから、日の絵馬の年というのは前の年と比べて 74.6%、 4分の3にまで減ってしまってるんですね。あ、そうなんだ。で次の年というのは反動もあったと思うんですが、ね、1.42 倍に膨らんでるんですよ。すごいな、うん、でこれがですね、年ごとの出生数を示すグラフなんですけども、はいはい、昭和41年って見てみてください。昭和41年、はい、ガクーンと入ってるんですよ。本当だ、こんな普通ではありえないですよ、そのくらいね、人為的に何かが起こった、異常なことが起こったっていうことなんです。だから日の上馬に子供を産みたくない、そう、そういうだから迷信とは分かりつつも、うんうん、そう、うん、そうなんですよ。出生率の形でいうと、まあ、出生率のもいろいろな数え方があると思うんですが、ここでいう出生率というのは一人の女性がですね、一生のうちに出産する子どもの平均数というので、これを合計特殊出生率というんですが、日の絵馬の年にあたるその1966年、昭和41年というのは 1.58 でした。うん、これはね、少子化がずっと進んできて、1989年、平成元年に 1.57 というふうになるまで、23年間の長きにわたってずっとそれが一番低かったんです。なるほど、そのぐらいみんな気にしたんだ。でちなみにですね、その前の1965年というのは出生率が 2.14、 翌年の1967年というのが 2.23 でしたから、やはりそれと比べてみても当時の水準からしたらもういかに低いかというのは分かりますよね。そうですよね。それはね、それよりもさらに60年前、明治時代になりますけども、はい、1906年が日の絵馬の年でした、うん、この時はどうだったかというと、前の年よりも 7% 減になった、うん、で翌年は 16% 増というようなことで、増減というのは昭和41年、1966年とあまり変わらないんですけども、ただその増減幅というのは全然違いますよね、うんうん、ですからね、日の絵馬の影響というのは明治の時代もそれなりに少なからずあったということはあったんですけれども、昭和の41年の時と比べると落ち込み幅は少ないんですよ。それにしても昭和の人間はなんでそんなに気にしたかね、うん、ねえ、ですからね、ずっと言ってきたけども、実感にしてあんまり馴染みがない割には、うん、しかも信仰心みたいなのも含めて言った時って、昭和の人の方があんまり信じないような気がするんだけど、迷信についてるとね。そうだよね、うん、その年っていうのは昭和41年だから、まあ、僕はその時に
高校の2年生です、うん、だから昭和39年っていうのが東京オリンピックの年だから その時は中学3年だったんで、うん、まあ、そういう意味でその前後が分かるんだけども、うん、はい、その昭和41年というと親の世代ってどうだったかなって今思ってるのね、うん、そう、親の世代っていうのは僕と自分の父母との間の人たちだよね。それでももうなんていうのかな、戦後世代ではないけど、戦後世代は僕らだから、うん、戦後世代ではないけども、かなり、まあ、近代的になってきて、ね、考え方としてもそんなに昔 の, その、ね、古い迷信のようなものにこう惑わされない人たちのはずなんだけどな、うん、ただですね、その1906年生まれの明治の人ですね、うん、この人が結婚適齢期を迎えるっていうのが大正の終わりから昭和の初めぐらいになるんですけども、うんうん、日野屋丸の生まれだということを悲観をしてですね、結婚できないというようなことで自殺する人っていうのが毎年十数人いたんですよ。そうなの、うん、じゃあやっぱ気にしてたんだね。だからね、とことん突き詰めていくとやっぱり明治の人の方がその迷信というのを深く信用してたっていう部分があると思うんですね。それとね、もう一つね、その明治の時と昭和の41年を比べた時に何が決定的に違うかっていうと、避妊の方法っていうのがやっぱり簡便になってるところがあるので、それについてはですね、当時 の, その厚生省、まあ、今厚生労働省だけど当時は厚生省、はい、まあ、その厚生省がまとめた昭和41年人口動態統計っていうのが出ていまして、そこでその出生数が大きく減少したことというのを報告をしているんですけども、その中でまず出生日というのを操作をして昭和40年にあるいは昭和42年にしたっていう人が少なからずいたというのがあるんじゃないかと。例えば昭和41年の1月生まれだったのを昭和40年の12月生まれっていうようなことで、まあそのぐらいのところでそういう操作があったんじゃないかというのが大体 2% 程度あったというふうなことをまず一つ推定として出してるんですよね。でね、私の知り合いもね、本当は昭和41年の生まれなんだけどもその前の年にしてるっていう今じゃ絶対入れないけどやっぱり当時はその辺も緩かったんだよね、うん、いうようなことがあって、もう一つはですね、そのさっきもちょっと触れたところに結びつくんですけども、優生保護法っていうのがあるわけじゃないですか、はい、まあ、それによって年間の人口中絶報告数っていうのが特に大きな変化っていうのはなかったというようなことなので、いわゆる人口中絶をしたという数が多かったというようなことにはなっていないので、うん、まあ、そこから推定するとやっぱり避妊が行われた可能性っていうのが高いんじゃないかと、いうふうにそこでも触れられてるんですね。なるほど。やっぱりバースコントロールをね、うん、当然考えたってことはもう想像に難くないよね、それでね、その昭和41年の人口動態統計の中ではですね、40歳未満の結婚女性のうちで 98% が日野山のことを知っていた。でそのうちの 30% がその年に子供は産みたくないというふうに答えてる。自分が我が子に対してどう思うかじゃなくて、その我が子が他から見たこの目がこう気になって、うん、それがもうマイナスに作用すると嫌だなっていう親心だね、うん、そう。でも逆に言うとですね、迷信にとらわれないで関係ないという人も136万いたわけですよ。うんうんうん、そうだよね。でね、これ面白いんだけども、昭和41年のそのさっきから言っている人口動態統計によるとですね、その年の第一子比率、最初の子供っていうのはね、うん、50.9% なんです。じゃあ半数超えてるんだ。そう、今は少子化が進んでるから第一子っていうのが多いじゃないですか。うんうん、当然ですね。それでもね、まだ超えられてないんですよ。それくらいにやっぱり 50.9 っていうその数字はですね、異常なくらいの数字なんですよね。だからね、まあ、それ読み解くと日の出間の迷信っていうのはあるけども、初めての子供はあまり関係ないよと。ですから2番目3番目になってくるとちょっとやっぱり控えようかなっていうのはあったのかもしれないけども、うん、それもあってそういう数字になってるのかもしれないですね、うん、でもその年に生まれた子はね、競争とかいろんなことを考えると得だったんじゃないかなっていう気が逆にする、うん、そう思いますね。明治の時代は別として、その昭和41年1966年生まれの人たちからすると高校受験とか大学受験、それから就職、これは相当有利だったろうなというふうに普通思うわけじゃないですか。思いますよ、絶対そうでしょ、ですからね、
まあ、そういうふうに思う人は普通なわけだから、うんうん、たくさんの人がそれ研究してるんですよね、うんうんうん、どうだったんだろう、うん、ところがですね、大学受験について言った時っていうのはあまりその有利だというようなふうには働いてないというか、特に際立ってこうだったっていうような結果は見出してないんですよね。で、例えばですね、1年先輩の代からすると来年は数が少ないから、例えば浪人したって結構楽に一浪で済むじゃないかというふうに思うから、なるほど、自分が現役時っていうのは1ランク本来よりも1つ上の大学を目指して、うん、まあ、結果浪人をしてもいいやというふうに思ったことがあって、うん、まあ、結果論からしてもやっぱり多かった、まあ、浪人する人が。あ、そうなの、うん、だから現役である日の絵生まれの人からすると決して有利ではなかったというような話もある。先輩たちがさ、そこになだれ込んでさ、そうそう、やめてよそれとじゃあ就職の方はどうだったかというと、うん、まあ、1966年の生まれですから1989年平成元年ぐらい、まあ、順調にいくとそこで就職を迎えるわけですよね。ところがね、その頃っていうのはバブル その絶頂期に向かってる途中なもんだから、うん、世の中の就職状況ってもう非常に良かった、うんうんうん、売り手市場だったんで、あんまりそこでも日の上間だからっていうのっていうのは見出せないんですなるほどね、なるほどね、うん、だから普通冷静に考えると数が少ないからこんなところで有利だったろうなというのがあるんだけども、思う思う、うん、でもそれはね分かってない。ああ、そういうことか。ああそうだよね、人はねいろいろ考えるからね、もう前年度に生まれたあの人たちにとってみれば、それはその1年後にそういう状況があると思えば、それは自分にとっても有利に働くと思うよねこの十寒十二支というのは年年だけじゃなくて月にも日にも当てがわれてるっていう話をしたわけです、はい、そうするとね、60回で一回りするわけだから、月でいうと5年に1回来るわけですよ、うんうんうん、60ヶ月だから、うんうん、はい、とそのたんび日の上馬月生まれの人っていうのがじゃあ気性が荒くてどうのこうっていうのは一切言われてないでしょ。そうだよね、年だけだよね。そう、年だけなんですよ。それも変だよね。だから日で言ったらもっと頻繁に来てるわけじゃない。そりゃそうだよね、うん、でしかもさ、そんなのさ計算できないじゃない。 そう、うん、でその日はじゃあ避けましょうって、じゃあそもそもどうすればいいのって話になっちゃうから、そうそう、わけわかんないよね、うん、だからそのくらいの迷信だから、うん、信じないでほしい。だからそう、うん、だからこれだけねやっぱり少子化が進んで、この後日本の人口がどうなるかって言われてる時だから、はい、次はいつかっていうと2026年かな。2026年ってことは、え、もうそうすると6年後。そう、2020年現在から言うと6年後には日の上馬の年が来るんですよ。あ、でも絶対信じちゃダメだよそんなこと、うんうん、で日の上月の話をするとね、うん、1年は12ヶ月だからちょうど十二支と重なるので、うん、毎年5月というのが馬の月なんですよ、はい、すると5年に一遍来るから2022年、それから2027年、2032年というのが5年ごとで、うん、その5月に日の絵馬月っていうのが訪れてくるわけです、うんうん、結構近い、2年後。2年後、だからさ信じないやめようもうこの際ね。まあそんなことで馬のところで日の絵馬というですね、うんうん、十寒十二支に関わるような迷信が未だに生きてるよっていうような話を今日させてもらいました、うん、なるほどね、やめようそろそろ。そうだね、うん。